不定期なのに人気コーナー、タクオのツボ。ここからはユーストリームでもご覧いただきます。ご覧の皆さん、どうも。こちらブリブリワン吉さんからいただいてるんですけれども、はい、いやー、ひたまがったひたまがった。どうしました？ユーストリームちよく言うけどさ、何でのかいち思ってスマホで H いじくいたくったら、はい、いじくいたくったるんですよ。あ、いろいろやってくれたんですね。お二人の仲むつまじい姿が、いやー、ラジオも時代が変わりましたね。 ありがとうございます。んーにゃんにゃんにゃーと驚きのピチピチ54歳でした。ピチピチ54歳。もうお二人ともうたた寝ができないですね。あの、うたた寝しながら番組やったことないです。やったことないですよです、ね、はい。じゃあそのユーストリームご紹介ください。ユーストリームは動画を見られるサービスのことなんですよね。パソコンとスマホから見られます。青タクですとパワープロとタクオのツボ、今ですね、はい、今まさにこれを生で見ることができるんです。皆さんどうぞ見てみてください。はい、見方ですが、青タクのホームページにユーストリームへのリンクが貼ってありますので、そちらからクリックしてお楽しみください。皆さんの大好きなパワープロとですね、タコのツボがですね、24時間いつでも何回でも見れますからね。そうですね、今見るとしかも生でっていうことですかね。そうです、今だったら生、はい、後からだったらね、後から何回もまた見ることもできますから。たまにはね、生きてる人生くじけそうな時もあるからね、はい、そうですね、そんな時はね、馬並兄弟の話を聞きながら元気が出るかもしれません。まだ俺も大丈夫だなって思っていただければと思いますね。そういう見方なんですか。馬並兄弟も、はい、と思いますよ。ラジオネームマルシンで海食いという方からいただいております。はい、マルシンというのはうちの近所にあった駄菓子屋さんなんですけど、この間テゲテゲで出てきたんですね。はい、はい、マルシンで海食いさん、そうでした。タクちゃん、今週のテゲテゲ見たよ。タクちゃんはさ、女子の同級生からもタクオって呼び捨てにされてたんだね。そうなんだよ、はい、あの時代の女子しかタコって呼び捨てにする女性っていないですよね。あ、うちの嫁さんもタコって呼び捨てにしないですし。あ、そうなんですね。うちのお袋もタコって言わない。しみちの同級生しかタコって呼び捨てにしないですよね。でもさ、普通にタコとか街中で声かけられるとさ、世間の人は、あれ、この人たちどういう関係なんだろうと。あ、ね、ちょっとそこなのよね。まあ、そうですね、思、ね、っちゃうかもしれません。彼氏にするタイプじゃないってタコは言われてたけどさ、わかるわかる。タコは高嶺の花だったってことでしょ。下田総長といえば近くにタコの豪邸。ガンガンタコ出てますけど大丈夫ですか。タッキンガム宮殿があるらしいけどさ、今日のプレゼントの焼肉のタレはタッキンガム宮殿で作ったものかな。違う、宮殿違いですね。はい、あの、日本食券さんが作った宮殿です。そっちの宮殿さんです、はいはい、ところで今日のテーマ金だけど、私の知り合いにたまに金縛りに会う人がいてね、金縛りを振りほどいて目を開けると兵隊さんが立ってたり、猿がいたりすることが。それはなんででしょうか。猿って何なんですかね。兵隊さんはなんとなくね、わかります。あ、もう霊がっていう感じが、ね、なんかあったんだろうな、いかにも感がありますけど。猿って何、どうしたらいいんでしょうかね。猿がいた、猿は何なのかな。ちょっとわかんないな。何か猿にしてしまったんですか、ね、だとか、なんか恨みを買ったんですかね、猿に、ね、上から猿が書き込む投げつけてるとか。そういうのじゃないですよね。私は一度も金縛りやったことない。タコは金縛りとキックオ縛りどっちに会いたい。どっちも会いたくないです。もうタコって呼ばないでお願い。もういっぱい言われてましたよ。天竜源タコさんからもいただいております。ありがとうございます。金といえば昔から気になるのが妖怪こなきじじいです。金太郎の前掛けが金っていうのは名前でそのままなのでわかるんですが、はいはい、なぜこなきじじいの前掛けにも金の文字があるんでしょう。え、金でしたっけ。金太郎が年を取ってこなきじじいになったということでしょうか。こなきじじいの、それともこなきじじいがあの某醤油会社の営業部長ということなのでしょうか。ちゃんと金だったんですか。ああ。ああですね。赤ですしね、金って大きく書いてあります。これ なぜなんだろう。なぜですかね。謎が深まるばかりですね。リクエスト金太の大冒険といただいてましたが書けません。ゲゲゲの鬼太郎といえば今東急ハンズでゲゲゲの鬼太郎のキャンペーンを夏休みするという話を、おお、はい、私毎週金曜日あの鹿児島4時でハンズの中継をしているんですが、ああ、なんかそんな話があったので、そこでもしかしたら分かればいいななんて、分かればいいですね、分かればいいななんて思いました。金太郎がおじいさんになってこなきじじいになったんですかみたいな。それはやっぱでも違うかもしれないですね。あの東急ハンズさんで、はい、行きますと、あのね、おしゃれスポット東急ハンズさんに、はいはい、あの我らがおもしてがのですねオリジナルステッカーが販売されるんで、お聞きしてますが、まだちょっと見つかってないんですよね。ちょっと番組内で毎週行ってるんですけど、ちょっと聞いてみますね。ちょしもたとか、はい、
あるんですね。げんないげんない平賀げんないっていうのがあるからさ、わかりました。モステガステッカーも、モステガステッカー、はい、探しに行ってみますね。じゃあ、はい、今朝亀さんからいただいております、はい、私のビンタン中みたいになかなか天気がすっきりせん日が続くな、うん、テーマの金ですが、昔イブスキのそうめん流しの前に、はい、金玉満足の満珍獣の珍で、銅と書いて、読み方は金玉満珍銅だったかなってあったのを覚えていませんか。あったんですよ。小漫画頃にわっぜ見たかったけど、親に怒られて入れんかったので、大人になってからみんなでそうめんを食べてから行ったのを思い出しました、はい、あったんですね。どういもう、もうね、まあ、まあまあまあ、ほら下ネタの、あーやっぱりそういう、あ、そう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 、はいはい、博物館的なですね、そうそうそう、もう生命の神秘に迫るっていう、はい、言えばいいのかな、生命の神秘の、はい、そういう博物館があったんですよ、私も20代の頃ですね、はい、デートで行きましたよ。え、トリプルデートで行きました、トリプルデートで行きました、行きました、行ったんですね、はい、面白かったですか。面白かったですけど、うん、なんかはいはいって感じですか。おばちゃんが、はい、そのおばちゃんがあまりにもこう堂々というのでね、若干ねこう押されたっていうですね。圧が、圧が、はい、もうおばちゃんは仕事だから慣れてるわけですよね。そうですよね、まあ、パンパン言うわけですよね。ああ、ここ書いてある、割って楽しかった、おばちゃんがあれこれ説明して食いやったのやっぱそうなんですね。じゃあ変わらず、若干ね押されましたよね、その頃と変わらずですね。はい、はい、馬から生まれた馬野郎さんからいただいております。たく、はい、ちゃん、そしてこけしマナチェビッチ、こんにちは。コケシャーの本間さん、そうですそうです、先ほど出てましたからね、はい、今日はすっきりしない天気ですね。なんて日だ。たくちゃん、バイキングの小峠のモノマネでお願い。わかりました、バイキングの小峠ですね。なんて日だ。なんて日、今日は土曜日よ。たくは勉強になったか。勉強になったか、まさか。さあ、つがらんねなれ合いはこれぐらいにしといて、はいはい、いや、あんたが書いてんだよ、あんたが書いて。今日のテーマは金、金ですね。はい、うちの子供がこの前僕の空手の金メダルでヌンチャクごっこをしてました、この人上手いんだ、強いんだ空手ね。そうですね、金メダル、うん、その金メダルで子供がヌンチャクごっこを始めた。大丈夫かな。僕も一緒になって勝手にジャッキーチェン対サモハンキンポーごっこと名付けて遊び始めましたが、息子の持った金メダルが僕の息子の金メダルに激しく当たりました。はぁ、ひー、痛かったよ、サモハン悶絶、シータビラー、皆さんも自分の金メダルは大切に扱いましょうね。リクエストいただいております、はい、ビーズで愛のままにわがままに、僕は馬だけを傷つけない。愛のままにわがままに、僕は馬だけを傷つけない。これ字が足りないね。そうですね、どこが合ってない、どこが合ってない。ありがとうございます。はい、看板娘さんからいただいております、はい、先週の土曜日の我が家の会話です。先週土曜夜の我が家の会話、今日のアホタクのプレゼントは愛子さんのほおずきだったね、うん、と夫婦間で話していたら、横で聞いていた長女が、ねえ愛子さんのほおずりって何って聞いてきました。スリ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 してくださるんでしょうか。そうね、愛子さんと言われるのは横川町の物産館のですね、あのまあ、50代60代前半かなのダンディーなお父さんですが、はい、その方の頬ずりをいただけるっていう。いや、ちょっとですね、ちょっとだけそこにいらっしゃってくださるんでしょうか ね、愛子さんが、はい、ということでした、はい、すいません、ここで、はい、交通情報が入ってきたのでお伝えいたします。4時27分に道路交通情報センターから入った情報によりますと、国道3号鹿児島市総務田橋東口交差点付近、郊外向けの車線は故障車が停車しているため、現在通れる車線が少なくなっています。今のところ渋滞の情報は入っていないということですが、これから交通量が増えることが予想されます。通行予定の方は十分にお気をつけください。交通情報でした。では、ツボに戻ります、はい。ラジオネーム、結婚できない男さんからいただいてます。はい、今日のテーマ、金ですか。昔から言いますよね。金は天からのお漬物ってね。お漬物。母さんお茶をくれ。母さんお茶をくれ。ありがとうございました。お漬物だったんですね。天からのお漬物ね。結構発酵させてるんですよね。そうですね、米と合うんですね。お金ってですね。はい。下毛毛棚から来ました。ありがとうございます。下毛棚町内会非公認キャラクターの毛棚しなし。
さっきはショーン・ケダナさんからも来てましたけどね。はい、やっぱりケダナは来てるんですね。今日の12時過ぎの神崎美香のお出前中聞いてたな、CEO。 あれそんなのあったかな。ポリの誕生日です。そうですね、はい、コーナーがちょっと違う。青田区では聞くことのできない素晴らしい金メダル級の中継だったんだって。英徳さんに失礼ですよこれ。英徳さんに失礼。そうです、聞くことができないなんて。英徳さんに失礼ですよ。そうですよ。あ、そうだったなし。この後夕方5時半から下桁名町内会の6月動画始まるなしよ。そうでしたね、先週お聞きしてました。よい子のみんな大金持って下桁名公民館に集合するなし。大金持って。よい子のみんなに大金持たせてどうする気なんだ。ダメです、ダメです、使ってダメ。そんなにいっぱい。今夜は南国バス一番線に金の雨が降るなしよ。神崎さんといただいてました。はい、はい、南国バス一番線に乗って下桁名町公民館にお出かけください。うん、来た、はい、やはり来ましたか。今週のテーマ金と打ち合わせ決まった時からね、はい、ここは来るんじゃないかと。あら、また金の亡者、格差社会の象徴。あー、有名な方かな。はい、富の象徴と言われるね。勇敢マダムさんからいただいております。ありがとうございます。今日のテーマ金、私のためにあるようなテーマね。今日はそんな私に関する展覧会の告知をさせてちょうだいね。何でしょうか。勇敢マダムの展覧会。へえ、うん。本物に会えるナスが来るざます。あれ、なんか聞いたことあるな。黄金のマダムついに鹿児島へ上陸。黄金のマダムと大マダム展。あらこれ黄金のマダム展。大マダム展。黄金のマダムとさらに大きな大マダム展ですね。なんか聞いたことあるフレーズだなと思った。昨年大好評だった大マダム展がパワーアップして帰ってきたざます。昨年はダイアマゾン展。そうですね、重森アナウンサーがナビゲート。ダイアマゾン展ですね、はい、私生活など未だに多くの謎に包まれている勇敢マダム。はい、その膨大な資料を所蔵する国立マダム博物館から。どこ国立なんですね、しかも。世界三大マダムの仲間でもあるタカラベンヌさん、あ、はい、宝部に住んでらっしゃるね、タカラベンヌさん、はい、お金持ち、タカラベンヌさん、はい、金谷姉妹さん、はい、金谷の金姉妹と言われる金谷姉妹さんね、はい、三大マダム、三大マダム、はい、あ、マダムとタカラベンヌさんと金谷姉妹さんが世界三大マダムなんですね、はい、金谷姉妹さんにまつわる品々なども合わせ100点を超える至宝がついに鹿児島へ。あ、すげえ来たな。すごい。古代勇敢マダムは肉体は滅んでも金は残ると考え死の恐怖を克服しました。あ、やっぱ金が残ると思うのは、まあ、残るかもですね。怖くなかったんでしょう ね、 そうですね。あの世とこの世を行き来する魂がこの世で迷わぬようより目立つ方法として黄金のマダムは誕生したと言われております。会場ではオリジナルサポーターのマダムグリブーや、マダムグリブーどうなんだよ、ファラオグリブーじゃなくてマダムグリブー、緑色のマダムが、はい、マダムがあるんでしょうね。勇敢、はい、マダムの顔はめボードと記念撮影も可能。マダム変身セットに身を包めば庶民のあなたも束の間のマダム気分、ね、大マダム展一番の見どころはもちろん鹿児島初上陸一糸まとわぬ勇敢マダムが全身に金箔を施した文字通り黄金のマダム。黄金のマダム。会場に一歩足を踏み入れると黄金のマダムが乗馬マシンに揺られながら皆様をお出迎え。あらあら、まあ、あらあら、ここでちょっとしたアトラクションがございます。何でしょうか。黄金のマダムがお客様のお召し物、身につけている宝石、人相などからあなたのセレブ指数を査定。査定の結果、セレブの皆様にはウィンクを、庶民の皆様には舌打ちを、竹雄ちゃんには舌舐め釣りをいたします。なんで竹雄ちゃんだけおかしくないですか。この機会にぜひ至近距離でマダムをご堪能ください。料金は一般5万円、学生3万円。すごいね、ガイタレのライブナビ率すごいですね。すごいですね。これは未就学児と竹雄ちゃんは無料となっております。おなお、マダムへのお触りは別途オプションとして300円いただけます。安いな。そこ安い。なぜそこリーズナブルなんでしょうか。入館は5万だけどお触りは300円なんだ。もちろん竹雄ちゃんは無料。黄金のマダムと大マダム展はただいま居酒屋ロッキーで開催中。そうだったんですね。マダムっていただきます。このマダムをコージードーゾンさんが考えられたんでしょうね。はい、黄金のマダム
と大マダム展は行われません、はい、そうですね、皮膚呼吸ができなくなりそうだ、ね、筋膜炎やってですね、はい、一瞬後はぬマダムってちょっと正直怖いです、はい、そうですね、どんな感じなんでしょうか。ましてやその格好でうちの実家に来ないでください。営業妨害です。入るのでも5万かかりますからね。だもんね、はい、タコさんも多分入場料が取られますよ。実家に帰るの俺5万も払うわけね。そうです、そうです、はい、5万払わない。裸で金箔の人がいたら頑張ってるんです。営業妨害だよ、そんな営業妨害。5万払わないと、ね、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。すいません、もう今日はですねちょっとお時間の関係上世界エロ連盟に行かせてください。はい、先週は休みだったもんですから。あ、そうでしたね、体調不良と謎の体調不良、はい、伺ってましたが、世界エロ連盟まずは代表理事、はい、私は一人ではないさんからいただいております、うん、ラジオネーム私は人ではない、はい、タクピーマナシコ、うんうん、はい、今週私人は痛風の発作にやられて大変でした。あ、痛風ね、これね気をつけんといかなきゃ。なんでしょうか。5月から7月、はい、この初夏に向かう中ね、はい、雨が降るもんだからあんまり水分補給しっかりしてないわけよ、はいはいはい、こういう時にね痛風はもうね水分不足が一番痛風の敵ですからね、忍び寄る魔の手。なるほど、痛風の魔の手がね、はい、皆さんの足元に今忍び寄っております。足元に、足元に大丈夫ですか。今年は大丈夫です。まだ大丈夫です。今年はまだ大丈夫で す, 夫です。1回目5月でした、私も。あーでした、ね、5月は危ない、気をつけないとですね。僕の親友の大久保くんもかかったって言ってましたが、はい、 あの大久保くん、はい、やっと心から話せるようになりました、ね、よかった。はい、痛風の発作にやられて大変でした、はい、歩けない、動けない、立てない、でも足す、何がよ、うん、今週も野口と書いてローカルエロ芸人と読む。ローカルエロ芸人と読んだ、はい、下ネタ大好き私は人ではないです。テーマの金といえば今夜は地元霧島国分夏祭りです。見どころは総踊り前やみこしレースなどたくさんあります。特にみこしレースはふんどし一丁の勇敢な男どもがものすごく重たいみこしを担いで全力疾走。レース後は全力を出し切った男どものふんどしの脇からこんにちはってしてます。今夜も晴れた足ながら祭り会場に出かけたいと思います。それではケーキ付けに行きますよ、せーの、まなしなし。振り切れてきたね、はい、はい、だん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 、はい、心のリハビリができてきたのかもしれない。でもねそういう振り切れた時が一番ね、はい、先輩方に呼ばれる時だから、ね、そうですね、気をつけないんですね。そうね、はいはいはい、一番怖いからね、はい、危ない危ない。雄大くんからいただいております、はい、タクピーまなしこんちくびーる、うん、やっぱりもうこれ読めないわ。いや、オスがふんどしに収まらない姿を見た人が動画を YouTube にアップするほど大きいと書いて雄大です。あ、もうそれ、うん、あ、アップしないでください。ダメです。馬並み雄大です。はい、それでは皆さんご一緒に、せーの、デカナーニャ。ここはこないでいいからね。もうこれはもうね調子に乗る、はい、乗らない以前の話だから、はいはい、テーマの金といえば金属、金色、金髪です。雄大は、金属のように、はい、いつかインスタでお会いしましょう。オッペンハイマーって、変なのアップしないでね、インスタに、ね、危ない、はい、よくないですよ、よくないです。そして最後です、はい、ラジオネーム金太くんという方からいただいてます、はい、この方はもうですね世界エロ連盟の方らしくて、あら、タクピーマナッシーこんちくび、んん、こんにちは、こんにちはですよね、こんにちはですよね、はい、そうですね、こんにちくびという日本語ございませんからね、はい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 、馬並兄弟のいとこの玉袋金太です、はい、あら、どうもこんにちは、こんにちは、ご親戚仲良く、名字は違うんですね、そうです ですね、自分はスポーツが得意です、はい、周りのみんなも応援してくれる、うーん、金太頑張れ、金太負けるな、金太負けるな、これからも熱い声援お願いします、はい、といただいておりました。うーん、はい、ご親戚の方もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、タックオのツボ、みんな水分補給はしっかりしようね、そうですね。